社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院は東京都墨田区横網にある医療機関社会福祉法人同愛記念病院財団が運営する病院である臨床研修指定病院関東大震災の際にアメリカ合衆国から送られた義援金の一部を病院建設に当てたのが始まりである 義援金のうち700万円を使って運営母体である財団法人同愛記念病院財団を設置し震災で甚大な被害を受けた本塾深川区付近から建設候補地を選定し本塾東両国に病院を建設したことが病院の起源である診療は無料を原則とするものであった第二次大戦時下の1945年4月1日に財団は病院を 日本医療団に寄付し、同時に財団は解散。日本医療団はここ本部直轄の中央病院として経営した。終戦後、中央病院は GHQ に接収される。1955年10月17日に接収は解除されるが、その後の譲渡等については、日本赤十字社に譲渡する話もあったが、日本医療団の生産方針に合致しないため、実現せず、 結局新しい法人である社会福祉、法人同愛記念病院財団を設置し、そこに寄付する形を取った。新法人である社会福祉法人同愛、病院記念財団は1955年2月24日に再建され、1956年3月30日までに、病院の土地建物等の寄付を受けた。新病院は1956年4月16日に、 再発足した。その後、日本医療団は、数回の援助金を支出している。ありがとうございます。